ロンドンカウンティカウンシルがジョン・ハリソンの募集たちに設置したブループラークブループラークはイギリス国内に設置されている名板である。著名な人物がかつて住んだ家、もしくは歴史的な出来事があった場所に建物の歴史的なつながりを伝えるために設置され、建物の外壁にかけられていることが一般的である。大きさは直径48センチメートルであり、材質は主に陶器。 または樹脂を固めたものが用いられ、表面を青く塗装し、名前や職業に関する表記は、白でなされている。厳密には、青色の糸のみではなく、材質やデザインも制作された時期や、設置団体、または名前を掲示される人物の職業によって異なる、場合がある。現在ブループラークの設置を管轄する団体は、イングリッシュヘリテージである。イングリッシュヘリテージによる、 グループラークの選出条件は1954年に制定され、対象となる人物は死後20年もしくは生後100年が過ぎていることが条件である。なおかつ、その人物が人類の繁栄と幸福に重要かつ積極的な貢献をした人物であり、非凡かつ傑出した個性を持った人物であり、国民がそう認識するに値する人物でなければならない。 新規に認定される人物に関しては、原則一人一箇所にしか、ブループラークは設置されないが、過去の人物については、複数の場所に設置されていることもある。近年では、毎年およそ20の、ブループラークが新規に設置されている。ブループラークの設置計画は1867年に、制定され、当初の目的は、詩人、バイロンの活動を称えて、 彼の住居にプラー,アークを設置するためであった。この当時の管轄組織は英国王立人文化学協会であったが、後にロンドンカウンティカウンシル、グレーター、ロンドンカウンシルと行政府にその権限は移行され、グレーターロンドンカウンシル解体が決定した1985年以降はイングリッシュヘリテージにその権限は移されている。1998年まではロンドンのみが設置の 対象となる町であったが、1998年以降は、対象がイギリス全土に拡大され、ロンドン以外の町では2000年に初めてリバプールに設置された。なお、住居やビルの建て替え等により、現存する最古のブループラークは1875年にジェラードストリートに設置されたものである。英国王立人文科学協会が設置した数は13枚。 ロンドンカウンティカウンシルが設置した数は249枚、グレーターロンドンカウンシルが設置した数は262枚であり、現在では800枚以上がイギリス国内で設置されている。初期に設置されたブループラークは焦げ茶色であり、1937年に青色へと変更され、1939年からは現在とほぼ同じデザインとなっている。ブループラークは 上記の公的団体によって設置されたものだけではなく、数の上では少ないが市民団体や地方自治体、郷土市研究団体などによって設置されたものもある。例えば、ロンドンのウェストミンスター区は市民団体の援助によりグリーンプラークを設置しており、中にはコメディアンのみを対象としてブループラークの設置活動を行っている団体もある。2003年には、 ロンドンのサザーク区が生存する人物も含めたブループラーク活動を開始した。市によって設置されたベーカー街221バイトのブループラーク。ありがとうございます。